聖徳が鎮守府に着任しました。これより艦隊の指揮に入ります。妙高型中巡洋艦ハグロです。皆さんと共に全力で戦線を支えます。はい、こんにちは、多聞丸のカンコレ、多聞丸です。本日は、水上反撃部隊、突入せよ、こちらの任務の方を配信していこうと思います。まあ、単発任務なので、まあ、早く終わるかもしれませんし、時間がかかるかもしれませんが、よろしくお付き合いください。よろしくお願いします。こんばんは、お疲れ様です。空母Qさん、こんばんはです。今日もよろしくお願いします。イデヤさん、こんばんは。司令官さん、いつか戦いが終わって静かな海になるといいですね。私祈っています。司令官さんならというね、今日はあのハグロを秘書官にして一日あの任務をやっていました。ちょっとモチベーションがね上がってしまって、ロングオー作戦ね思ったよりもはかどってしまいまして、まあ、いろんな任務がねまた出てきたので、今日はこちらの任務をやろうかなと。まあ、水上反撃部隊突入せよなんですけどもね。イデヤさん、こんばんはです。今日もよろしくお願いします。はい、では、出演機メンバーのね紹介をしていきたいと思います。あ、こちらはあの任務をね、4の2を周回してたメンバーなので、出演機メンバーは別になります。第5戦隊所属24区罰病行くよ。はい、出演機メンバーは、ご覧の6名となっております。まあ、装備の方はね一応こんな感じにしてみました。いや、運営さんのねツイッターで次回メンテナンスが入ったら、まあ、サマー祭りとね、あとはまあハロウィンもね、もう実装されてますけど、まあ、それに合わせた任務をまた入れてくるとは思うんですけど、今回随分、時間がね、空いちゃってるんで、結構難しい任務が来るんじゃないかとね、思って、ちょっと怖いなぁと思っているとこです。なんか5の5をねまた入れてきそうな気がするんで、今月は攻略しないつもりだったけどやっておいた方がいいかもしれないし、どうしようかなぁと悩んでいる今日この頃です。出撃のメンバーで、注意するのは、機関を駆逐艦にするということですね。あとは、従順1、軽順1、駆逐艦の編成であれば、何でも OK なんですけど、航空巡洋艦が出せないというのがね、ちょっと縛りがあります。はい、それでは、早速出撃していきましょう。川風もね一緒に出そうかなと思ったら遠征に出しててねいなかったんだよな。代わりに白露に出てもらってます。
敵艦発見。攻撃するから用意して。4番司法頼むよ。さらに粘り強さ、この光線で見せてあげるんだから。矢作、突撃する。4番司法頼むよ。さらに粘り強さ、この光線で見せてあげるんだから。撃つからね。アガノ型を軽巡と侮らないで。いっけー。まずどれか。ここは譲れない。やりどり緑撃つよ。カルル撃つからね。ふう機関を狙ってくるあたりがね、やらしいな、うん、でも当たらないよ、山風にはね。このヤハギが艦隊で一番なの。コーラはいないんだよな。T 字振りだから攻撃がね通らないけど、まあ、その分来日は怖くないんで。かわせるはず。OK。まあ、道中のね、T 字振りは、うん。まあ、事故るときは事故りますけどね。むしろ、安心していい。ねえ。ここを越えられればボスに到達できる。みんな頑張ってきてね。敵艦発見。攻撃するから用意して。4番司法頼むよ。さらに粘り強さ、この光線で見せてあげるんだから。敵を見つけた。反抗戦だから安心と言おうとしたらやられてしまった。まさか矢作がやられてしまうと思わなかったな。山風が一番危ないと思ってたんだけど。戦術的敗北ですね。帰りましょう、うん、はい、帰ります。戻ってきたよ。別にいいよ、もったいないから。万全の体制で出撃したいから感謝はするわ。みんなに迷惑かけてるかな。この分はやられちゃった。ごめん、寒くなってきた。ふう、やっぱり難しいですね。水上反撃突部隊の突入せよね。ちょっとすぐには出撃できないんで、
ちょっと別の任務をね、その間やっておこうかな。提督、作戦を実施してください。このし、まあ、ウィークリー任務今回珍しくやってみようというモチベが上がってきたんでね、やってるんだけども、でこの会場輸送路の安全確保せよ、まあ、一の子をね周回する任務なんですけども、まあ、これもねネジもらえる任務なんで、まあ、余裕があったらやっておいた方がいいんですけど、久しぶりにやっております。何ヶ月ぶりかな、まあ、イベントやってたから約3ヶ月ぶりにこの任務をねやる感じですね。寒くなってきた。怒った。どうぞ。怒ったか。そうだな。執務室に怒った出してあげたいけど、ちょっとまだ早いんだよな。サンマ祭りが終わるまで待ってね。うん、こんばんは。第二海上護衛隊石垣。招き猫さん、こんばんはです。今日もよろしくお願いします。第一海上護衛隊シムシュ抜病っす。シムシュ抜病っす。うん、ちょっと言いにくいけどかわいい。やばいっす。私負けない。私、そう、そうですか。よし。出してもやばいっす。かわいい。そこ、これでどう？てめえ、蹴るか？蹴！深井の名前がここで出てくるのか。あ、いつもと八条の蔵が違うね。これハロウィンモードなってるから手になんか持ってるね。気がつかなかった。私の名は四季並み。以後よろしくね。よろしく。よし。守ってみせる。この海から出ていけ。ハチが一番働いちゃった。深井見てた。
どうよ、うん、デート君、褒めてくれちゃってもいいよ。いい子、いい子ですね。褒めます。はい、よし。艦隊のアイドル、ナカちゃんだよ。よろしく。よろしくと言わせられるんだよな。ではボス戦に突入します。みんな頑張ってきてね。やばいっす、やばいっす。今回もですね、なんでかな。まあ順番だからいいかな。よし。あんたが司令官ね。ま、せいぜい頑張りなさい。はい、頑張らせていただいております。戻ってきたからちゃんと補給しようね。ありがとうっしょ。ハチのグラは別に変わってるんじゃなくて、これが当たり前だったんだ。なんだ、私の勘違いですね。きちんと、限定グラフィックもありますよ。
露型駆逐艦8番艦海白露型山風浦賀生まれしぐれ姉や鈴風と同じ川風たちと第24駆逐隊を編成した加賀の護衛をしたりね大きな戦いでも最初の方はね随分頑張ったよそしてね大港から柱島にね行こうとしたのその後はねわからない覚えてないのよしじゃあこれで、疲労の方は、抜けたと思うんで行ってみようかなシムシュシュシュシムシュシュシュー第五戦隊所属24区ば放っておいて叶わないでって言ってるのにいいけど24区帰還山かいいや川風あなたが乗ったら敵艦発見攻撃するから用意して敵艦発見当然用意ほらいい見てなさい座球の戦い始めますやはり突撃するあ、最初から被弾しちゃったけど、中破してからが本番だからね。この矢作が艦隊で一番の。そうね。意外と嬉しいものね。不思議ね。仙台三条、今日は痛いなら任せておいて。あ、仙台三条ね、だよね。今はね、私服モードになってるから、初め誰かわからなかったなんていうことは内緒、適当に発見攻撃するから用意して敵艦発見当然用意ほら、いい見てなさい座球の戦い始めますやはり突撃するどや4番司法頼むわザラの粘り強さよこの光線で見せてあげるんだからアガヌ型を軽順と侮らないでここは譲れないマイドリーガルいい攻撃するからここからが私の本領発揮よここからが本領発揮だよね千歳です日本では初めての水上規模感なのよろしくね千歳も、これはねお芋モードね手に持ってる、美味しそうです
皆さんもね、秋の食べ物美味しいですから。たくさん食べて、冬に備えましょう。まだ消化だし、消化だしね、全くも全くその通りです。震え、ふるふる攻撃するから用意して、ね、狙うなよ、ここを狙うなよ。四番四方ルノリよ、さらに粘り強さ、この光線で見せてあげるんだから。敵を見つけた、艦隊増速、四番四線用意、やはり粘り強さ、突撃する、この光線で見せてあげるんだから。撃つよ、撃つからね。ガルガルル、もう一気一気。残念だ、これは大丈夫かな、大丈夫かな。撃つからね。ね、スルーしていく感じ。戦術的勝利、B 勝利です。よし。ゾロが一番ですって。グラッツェ、もらっておくわ。グラッツェ。うん、あとはね、索敵が足りてれば偵察機がね、エフィクトが発見して敵艦隊発見。それでは戦闘開始、みんな頑張ってきてね。やはり粘り強く突撃する、この光線で見せてあげるんだから。いっけー、ここは譲れない。ガルガルル、もういい、時間発見、攻撃するから用意して。うん、では野戦で。勝利勝利勝利、よし。え、ゾロが一番ですって。グラーチェ、もらっておくわ。E168 よ。何よ、言いにくいの。じゃあイムヤでいいわ、よろしくね。ね、よろしくね、イムヤ。うん、よかった。とりあえず2回目でね、攻略できましたね。うん、うん、やっぱり3番4番
6番、うんうん、ね、ここら辺がダメージをね、まあ、受けて、まあ、他の子を守ったというような戦いでしたね。まあ、特に夕立最後、まあ、戦火の手法もろに当たっちゃったんで野戦戦えなくなっちゃったけど、まあ、その後もね、まあ、攻撃が他の艦に行かないように、うん、まあ、護衛をしていたというふうな展開だったので、まあ、上のね山風と、まあ、ザラでとどめを刺すことができました、うん、非常にいい戦いだったと思います。そして、シングレはねさすがですね、一発も当たらなかった全部かわしましたね。お見事としか言いようがない。うん、提督、作戦成功しました。さすがです、弾薬、600、防御サイト200、開発資材4、回収資材2をいただきます。うん、さてどうするかな。水上反撃部隊突入戦は完了してしまったので、単発任務は考えてなかったからな。まだ途中だけども、この敵北方艦隊主力撃滅せよね、こっちの任務を続けてやっていきます。ね、山風、放っておいてとは言っていてもやっぱりね構ってあげたくなっちゃうね、まあ、そういう子ですからね。今日も活躍ありがとう、うん、なんかちょっと本格的に寝込むっぽい。万全の体勢で出撃したいから感謝はするわ。ギャー、一番の一丁らを許すまじ、くそ、お風呂に直行だ。許すまじ、第五戦隊ハグロ出撃します。お風呂は大好き、私も大好きです。お風呂は好きよ。うん、好きです、はい。お風呂入るわ。あなた絶対の招き猫さん、山風三艦隊の娘キャラですからね。新しいコミュニケーションなのでしょうか。そうですね、山風さんの娘キャラですからめでてあげましょう、うん、皆さんもぜひね、ま、攻略任務多分今後はね引っ張りだこになると思います。なんて言ったって評価されてますから。それではね、3の4に出撃しますので、編成の方は、ご覧の6名でいきます。装備の方はね一応こんな感じでいきたいと思います。
王海域の艦隊決戦ですね。では出撃開始。第5戦隊ハグロ出撃します。打ち方始めてください。それにしてもね、まあ、季節も、まあ、秋ということで、まあ、先週からね、もう10月に入ってから一気に寒くなっちゃったんで、もうストーブ出してるような状態なんですけども、仕方ないね。もう夜になると気温10度ないですからね。あ、遊具もお姉さんが早くもお風呂直行になってしまった。活躍で勝利、でも帰らなくちゃいけない。残念。招き猫さん、寒くなりましたよね。私はナチ、よろしくお願いする。まあね、服装も、衣替えをして、まあ冬服にね、ほぼほぼ作戦完了って、あの報告が、着替えてね。まあ、でもちょっとね、暑かったりもする日が、まあ、続いたりする時もあるし、まあ、今日は日中雨も降ったりしてたんで。ごめんなさい、長いお風呂かも。秋は静かですね。ハグロ、この季節好きなんです。司令官さんはどうですか？秋、まあ、どの季節でもこれやってれば楽しいだから秋も好きですそんな感じですね。いや、所詮撤退をしちゃうと、再出撃にね、時間かかっちゃうからな。じゃあまた、解剖官のみんなに頑張ってもらおう。今度は解剖官ネトロフ抜病します。大戦総統隊解剖官松は抜病です。第一会長護衛隊佐渡様の出番さ、いくぜ。第101戦隊ツッシンは抜病危険がいっぱい、爆雷もいっぱい。ありがとう、いいわ。今度はね、エトルフ型の、この4名で行きます。まあ、装備はね、まあ、ソナーと爆雷、まあ、ガン積みなんだけども、まあ、対馬だけ手法を積んでたり、まあ、さっきもね、まあ、シムシュだけ手法を積んでたりしてますけど、これは特に深い意味はないです指令？なんでしょう？海峡警備？封鎖？船団護衛？いつでも出られます。え？違うんですか？潜水艦の、掃討作戦に行ってもらいましょう。はい、第104戦隊エドロフ出撃します。皆さん行きましょう。エドロフのこのね、敵
浴衣モードも、かわいい。まずはね、MVP です。精進を重ね、皆さんの海を守れるよう頑張ります。響きだよ。その活躍ぶりから不死鳥の通り名もあるよ。はい、不死鳥響きね、この子も、うん、間もなくねサンマモードになると思うと、うん、ワクワクします。早く来ないかな。ワカサギモードになるのかな。それそうじゃなくて、敵発見です。皆さん気をつけて。ここは危険がいっぱい。ごめんなさい、来ないで。この海で好き勝手はさせませんから。そうだな、冬服も、うん、いいけど、どうしてもな、着ると重ね着しちゃうんで、重くなってしまうのがね、うん、軽い素材も、でもそうなるとお値段が張るしな。おしゃれは大変だ。うん。敵発見です。皆さん気をつけて。この海で好き勝手はさせませんから。させませんから。負けませんから。待つ、リフ、見てろよ。やっつける。本当ですね、松葉が MVP です本当会話がね短いんであまり言い表せないけど、うん、かわいい。知らないです。ご指導ご鞭撻よろしくですね。シラヌイも、私服モードですね。ちょうどねこのファスナーのところについてる、吊るし猫の、なんて言ったらいいのかな、うん、がワンポイントですね、うん、かわいい艦隊無事戻りました。皆さんお疲れ様です。艦隊司令部より入電。
艦隊司令部より、海上の輸送の安全確保ですね、こちらの方が完了と。燃料100、回収資材3をいただきます。うん、よしよし、じゃあ次こそは北方海域をね。司令、エトロフ、お祭りの準備もお手伝いいたします。 M、O さん、こんばんは。あ、M、O さん、こんばんはです。多分ありがたいです、初見さんだと思います。ゆっくりしていってね。さて、先ほどは第五戦隊ハグロ出撃します。まだちょっと出れないか。どうしようかな。そしたら、アブクマ、アブクマを、タマにチェンジ、あ、クマ、クマにチェンジ、そして。M、O さん、レベリングしながら見てるね。あ、ありがとうございます。これはね、レベリング大変なんで頑張りましょう。私も普段はね、練習で上げてるんですけど、でもね、本当に強くしようと思ったら解禁出してあげないとね、いけないからね。十戦隊、海遊雲型、風雲、出るわ。艦隊、出撃、ついてきて。ふ強くなったクマ。安心だクマ、安心だクマ。クマ、うん、これでいいかな。魚雷？誘爆しないのがいいな。 M、O さん、上芸か解剖くらいしか育成することがいないのよ。まあね、そうですよね。まあ、前回イベントで新しく新規になった子、まあ、特に上芸はね、レベリング大変ですよね。戦闘力がね、本当に乏しいけど、まあそれがまた可愛いんですけどね。あ、それで思い出した。長芸がちょうど貝になれるんだったな。それを今日はここでやろうと思ってたんだ。長芸、長芸、ちょうどね、レベルが50になりましたので、もうちょっと早くできたのかな。気がつかなかったけど、でも改装できるので改装します。イカ持ってるね、イカ。 M、O さん、 5-2-1 で虚無周回。虚無周回ね。でもね、そこはね、気をつけないとね。まあ、疲労関係なしに回すことはできるけれど、
よし、これで3スロットになったんで、少しはね、戦力が上がりましたね。一緒に回収もしちゃおう。これでいいかな、うん、すっごいですね。はい、うん。まだまだ強くなるね、この子ね。あとどうしようかな。この回収は、はい、まず今回はこれくらいにしとこう。はい、あともう一人、この子ね、カプールね、この子も改造できるようになりましたので、第2段階改装をしていきます。結構、うん、かかるけど、やれるうちにやっとかないとねって。あれ、あ、そうか、資材だ、あ、資源だけじゃなくて資材もかかるんですね、高速建造材と開発資材、結構持ってかれますね。50か。ほうほうほう。ほうほうほう。では、弾薬3700、鋼材5000、使いましょう。おお。いいんじゃない？へえ。うん。これでカプールもね。王さん、あと450周回くらいで上芸の育成が一応終える。450、うん、頑張ってくださいとしか言いようがないけど、うん、うん、まあ一応カンムスのレベル的には80、85かな、そのくらいまでなれば、まあ、後半回帰でもね、十分戦いますので、まあ、自分のところではその辺を目指して育成をして、あとは新しい子ね入ってきたら、その子を集中的に育成するっていう感じですかね。ではもう一回いきます。あなたたちの背中は私が守ります。今度はね、対艦戦を意識した、兵装に変えてるので、なんて言ってもね、まあ、戦闘するのは私ではないから。打ち方始めてください。ここで、見守っていますよ。第601航空隊発艦始め。さあ始めます。M、王さん、99到達で指輪即渡しコースなんよ。なるほど、もう最初からあそこまで目指してるというのはね、うん、志が高い、そのモチベーションが羨ましいです。よし、よし、ちょっとカツラに危なくやられるところでしたけど、かわしてくれましたね。アマギ、戦果を上げられてよかったです。努力すればやれるのですね。ね、雲竜型もね、やれるんですよ。うん。軽空母将法です。はい、ちょっと小柄ですけど、ぜひ提督の機動部隊に加えてくださいね。ね、よし、M、王さん、モチベないよ、だから虚無集会と笑あ、モチベではなくてということですか。それは、うん、それはもう本当も601航空隊発艦始め。さあ始めます。
なめるな、クマ。面白いように当たるわね。鉄管発見。クマの実力を見るクマ。今見せてあげるから。頬を左弦敵管にしろ。前方門開いてください。はじめて。敵発見。前後射砲は違う。待て。攻撃隊直営隊発艦準備。お願いします。撃ち方始めてください。天城、戦果を上げられてよかったです。努力すればやれるのですね。うん、今日は、うん、天城の日かな。うん、ゆぐも姉さん。でも中波はまだまだ、こっから本番だからね。前方門開いてください。風雲が見せてあげるから。頬を左弦敵艦に指向。天城航空隊打ち方始め。お願いします。前刺激くん、顔は禁物なんだけど。前方門開いてください。よし行け。刺激ですか。全校射砲は違う。待て。攻撃隊直営隊発艦準備。うん、ま、この回せっていうのがね、いいですね。天城、戦果を上げられてよかったです。努力すればやれるのですね。千歳です。日本では初めての水上規模艦なのよ。よろしくね。ね、よろしくね。今日2回目だね。それでは戦闘開始。風にもに当ててくるとはやるな。今回はギリギリかな。支えてみせます。
際に野戦もこちら側に。これ以上やらせません。全本番開いてください。クマクマ。また私か。悪いわね、カツラギばっかり一番もらっちゃってごめんね。ここで、カサインがね MVP を取ってくれました。うん、結構ダメージ受けましたけど、みんなありがとう。高速戦艦ハルナ着任しました。あなたが提督なのね。よろしくお願いいたしますね。よろしくね。うん、よし。作戦完了って、あの報告が。では呼吸しましょうね。はい、いただきます。どうされますか。うん、あと1回だな。うんうんうん、あとはいや、前回のねイベントでかなり、まあね、自然回復量まで資源がなくなっちゃったんで、ごめんなさい。長いお風呂、ようやくここまで回復してきたけども、次のイベントをどんくらい貯めないといけないかなと考えたら、やっぱ20万くらいないときつい気がするんだよな。少しお風呂に入るから覗かないでね。まあ、カムスのね連動と、あとは装備の回収次第によっては、あなた絶対覗かないでよね。まあ、そこまで資材使わなくても良くなる可能性はあるんだけど、私よりあの子を先に。でもな、そこまで素材がね揃ってないと、大人のクマはゆとり、回収がね進まないから困るんだよな。秋は静かですね。ハグロ、この季節は好きなんです。司令官さんはどうですか。雪雲の出番ですね。頑張ります。司令官さん大丈夫、行けます。ではもう一度、あなたたちの背中は私が守ります。しまえばいいのに。うん、よしよしとしか言えなかったですね。うん、見事な戦いぶりでした。翼、あ、自分の
メルダクマ。ちゃいました。処分雷撃より敵艦を撃つことが本当です。やるじゃない、お返しよ。へえ、敵艦発見。クマの実力を見るクマ。全方門開いてください。追撃艦、葵は禁物なんだけど時には必要か。よし、行け。うん、勝利。よし。また私か。悪いわね、カツラギばっかり一番もらっちゃってごめんね。航空母艦加賀です。あなたが私の提督なの？それなりに期待はしているわ。はい、期待をさせてください。よろしくね。しょうか。追撃ですか。お前の相手だって頑張りさせてみせます。天城航空隊、お願いします。やられました。艦載機敵発見。不能全降車砲は違う。鉄艦発見。そんな撃直撃隊機やじゃない。本当に撃破しよ。天城に中破。うん、でもまだ中破。うん、勝利。よし。天城、戦果を上げられてよかったです。努力すればやれるのですね。私迷ってんだ。よろしくな。うん、よろしくな。で、よしでね。では行きましょう。戦闘回帰に突入。みんな頑張ってきてね。よし、行け。全方門開いてください。
敵発見。全校射砲は違う。待て、攻撃隊、直営隊、発艦準備を終わったかね。お返しよ。へえ、お前の相手だって支えてみせます。4、こちらは4、敵は3。野戦に突入します。これ以上やらせません。全方門開いてください。あー、ハングロー、見ないで見ないで。クマクマ、処分雷撃より敵艦を撃つことが本当です。このまま全ての戦いが終わってしまえばいいのに。はーい、キヌガサさんの登場よ。青葉ともどもよろしくね。はい、よろしくね。よし、作戦完了って、あの報告が。やっと作戦完了で艦隊帰投か。遅えな、ちゃっちゃとやれよ。あ、遠征部隊のみんなもお疲れ様。うん、艦隊が戻ったの？作戦終了みたいよ。同じくお疲れ様。では補給しましょうね。いただきます。おう、もらっとくぜ。あら、補給？秋は静かですね。ハグロ、艦隊司令部より入電。ではね、敵北方艦隊主力を撃滅せよ完了しましたので、受領します、燃料300、弾薬300、砲材400、砲機サイト300、開発資材3、回収資材を3いただきます。うん、いやー、ウィークリーをね、こうやって消化するのも本当にもう、うん、何ヶ月かな。うん、久しぶりにモチベーションが上がっております。うん、サンマ祭りも近くなってるんで、その影響かな。うん、ということでね、一応任務の方は今日はここまでということになりますけども、じゃ最後にね、今日、紹介コーナーをやってね、いきましょう。はい、数ある徳型駆逐艦の中で最後まで生き残ったのが響き。転戦の後、あの大和水上特攻時には修理で同行できなかったんだ。賠償艦としてソ連に引き渡され、信頼できるという意味の艦名になったんだ。はい、徳型駆逐艦の、特産型、まあ響きをね、今画面に出してますけども、まあ、特産型と呼ばれるこの艦種ですけども、まあ、全部でね、まあ、皆さんも知ってますけど、知っての通り暁、雷、雷、まあ、稲妻、そしてこの響き、まあ、4隻で第6駆逐隊ということで編成されています。まあ、最初はね、本当にもう第2水雷戦隊、そしてその後は第4水雷戦隊に所属して、まあ、その後の朝潮型、まあ、影の型とね、続く、まあ、系譜の中で、まあ、活躍を
していった監修になります。まあ、当初は遊具雲型がね、まあ、主力で、まあ、前線張ってたんですけども、まあ、だんだんねちょっと数がね足りなくなってきて、当初酸素魚雷とかもね装備してなかったんですけど、まあ、それも再度、装備し直して、まあ、前線でねまた活躍するというね本当に大変な活躍をされた監修でもあります。まあ、その中でも、この艦の特徴としては、まあ、それまでは、まあ、ボイラーの数がね、まあ、3艦だったんです、あ4艦だったんですけども、まあ、この艦型になってから3艦になったというね、まあ、画期的な変更がされています。ただ、2番艦とね3番艦というのが同一区画になったらしくて、まあ、本来ですとね1艦1支出でやっておいた方が、まあ、ダメージコントロールの観点からも良かったんですけど、なかなかそういったことが、まあ、設計の関係でできなかったというのもありましたけども、まあ、この回になってから、まあ、一貫一室走行をね実現することができたということで、大変画期的なことだったということですね。まあ、この後に続くあの初春型の、まあ、続いていく系譜の中でも、まあ、この大特産型をねモチーフにして続いていく、まあ、そんな、まあ、過渡期の設計で、あります。自らをね、現状に甘んじず、まあ、技術革新に絶えず貪欲に取り入れた、まあ、続けた、特型駆逐艦の最終形態である3型はね、まあ、有種の美を飾ったというふうに言えるでしょう。ということで、今日は、響き、この後ベルヌに、ね、なるんですけどもね、紹介させていただきました。はい、ということで、多聞丸のカンコレ、多聞丸です。本日もねご視聴いただきましてありがとうございました。いよいよね、寒さもこれから一層厳しくなってくる季節がね到来します。体調にはね十分気をつけて、行きたいですね。皆さんも気をつけてください。それでは、本日もご視聴いただきましてありがとうございました。お疲れ様でした。また次回もよろしくお願いしますね。空母Qさん、皆さんお疲れ様でした。イデヤさん、お疲れ様でした。